菊池克人と佐々木千秋の言霊アラカルト。こんにちは皆さん、あの筆跡分析のコンサルタントをしております菊池克人です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。佐々木千秋です。よろしくお願いいたします。はい、今回もですねあのオープニングトークのテーマは菊池さんのご出演されたほんまでっか TV の話題で恐縮するんですが、どうもありがとうございます。はい、あの、はい、ほんまでっか TV ってリサーチによりますと大体の視聴率って平均 15% 弱ぐらいなんだ。すごいよね。すごいですよね。そしてあの視聴率って 1% でどのくらいの人が見てる計算になるか、ね、これご存知ですか。はい、これですね、ビデオリサーチによりますと、うん、関東地区で視聴率 1% で18万世帯、42万人が視聴しているということになるんだそうです。世帯だもんね。はい、うん、でつまりですよ、菊池さんはあのオンエアの際42万人かける、仮にねあの時の視聴率が 15% だったとすると、うん、なんと関東だけで630万人の人がご覧になってたという計算になりますよ。どうすんだそれってでさらに全国の猫分を足しますと、すごい、うん、とんでもない数字なんだなと改めて感じました。いね、怖いぐらいですよね。はい、本当ですよ。いかがですか。え、いやそうやって何百万人なんて話聞いちゃうとさ、はい、すごい数字だと思うし、あの前回もちょっとねお話しさせてもらったんだけども、はいはい、やっぱりああいった影響力のある高視聴率の番組に、はい、いや出させていただいたっていうのは、はい、本当にありがたいと思ってます。うーん、やっぱりみんなが簡単にねこんな経験できるもんじゃないしさ、はい、そうですよ。で今600何十万人って話があったけども、実は僕のね、はい、Facebook も、はい、結構いいねがわーっと1日で増えたんですよ。オンエアの日ですか。うん、そう、あれはオンエアとその次の日ね、はい、実質1日間で、はい、バーっと増えて、はい、あのちょっと最終的に数えてみたんですよ。で僕のやつを上げてくれてる人にいいねがついてるのを全部計算してみて、はい、やってみたらなんと2000弱。え、そんなにですか。驚いちゃった。一番多かったのは、はい、730ぐらいやったんですよ。一つの場面でね、一つの記事で、うん、ちょっと記事でこれはね、はい、ちょっと驚きました。すごい。それがねうわーっと増えたんですよ。え、どうしたのこれと思ってなんかまずいのかなみたいな感じで、はい、一気にわーっと増えたので、いやちょっとあれは衝撃でしたね。わあすごいですね。Facebook 開くたんびにさ数字上がってんの、どんどんどんあとシェアが増えてるのと、コメントが増えて、はい、コメントだけで200件近かったから大変だったんです、返すの。全部返しました。あ、そうだったんですね、はい、やっぱりみんなお言葉ねコメント残したいですもん。なんか見たよとかそういうの残したいですもん、やっぱり。いや、もし僕が気が付かずに返してなかった人がいたら申し訳ないと思うんでこの場を持ってお詫びしなくちゃいけないんだけど、はい、でも基本的にはずっと見ながら、全部返したつもりでいるんですけど、ただ他の人が上げてくれた Facebook とかで、数十だった場合は僕はそこまで見てない可能性もあるので、もうその場合はちょっと許してもらうしかないね。いや基本的にはあの返すようにしました。素晴らしい。もう僕にとってみたらすごいありがたいから。いやだってコメント書いてくれるだけだってありがたいじゃん。ありがたいですよ。ありがたいでしょ。うん、それは僕は本当に感謝もしてるし、はい、でいいね押してくれただけだってありがたいからさ、本当に、ね、大変、はい、大変。あと超いいねも押してくれた方もたくさんいらっしゃったし、シェアもたくさんしていただいたから、だからブワーッと増えたんだよ。いやーすごい、なんか驚きました。すごいですね。すごい経験をした。いやーなんかこうね実際にそういう話をねお隣で今聞きまして、あーすごいんだなやっぱりっていうふうに、ね、十何人かの人がいっぺんにバーッとシェアしたもんだから、一気にバーッと増えたんですよね、うわーすごい。ちょっとあの本当に驚きました。体験してみたいなやはりですね。すぐじゃん。いやすぐじゃん。いやもうすごいなと思いました。まあ、やはりですねその講座の、ね、別の話としても SNS の影響力ってやっぱすごいんですね。ね、うん、僕はあんなに皆さんが見ていて、ね、あんな反応をパッとしてくれるって、はい、はっきり言うと想定してなかった。いや
全然もう本当に憧れですよ菊池さんと同時にね、言わないでよ、まあちょっとある意味ちょっと怖いなっていう SNS ってすごいな怖いなっていうところも正直ね感じました。すごいです。はい、特にあのシェアでわーっと広がっていくと、やっぱりね僕の全く知らない人なんかもいいねをしてくれたりしていて、ね、どんどん顔が知れ渡っていくとい う、やっぱりああいう世界がどんどん今当たり前なんだろうなと思うね。うん、そうなんですよね。日本ってある意味嬉しいけどある意味怖いなと思いました。本当ですね、もう貴重な経験でした、ね、いや本当に貴重な経験をさせていただきました。本当に、はい、では早速ですね番組に戻らせていただきたいと思います。はい、はい、この番組ね言霊アラカルトも皆さんの SNS であくまでこう良い話題となる、なるようにね、あのためになる楽しく耳寄りな言葉を中心としたいろんな情報をこれからもたくさんお伝えしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回の最初のコーナーはプレイバック流行語。このコーナーは菊池克人さんと私佐々木千秋のジェネレーションギャップを埋めるべく、とある年の流行語や世相をご紹介していきながら、ラジオ聴きの皆様にも昔を懐かしんでいただくコーナーです。今回は2004年平成16年についてリサーチしてまいりました。2004年どんな年であったかと簡単にご紹介させていただきますと、営団地下鉄が民営化され東京メトロになりました。第20回参院選で民主党が自由民主党を上回り50議席を獲得しました。で新潟県の中越地震が発生したのもこの年ですね。そして日本で新札が発行されました。千円札は野口英世、五千円札は樋口一葉になりましたね。でプロ野球再編問題が起きます。大阪近鉄バファローズとオリックスブルーウェーブの球団合併が発表されたり、あとライブドアの堀江貴文氏が、新規参入に意欲を見せまして、東北楽天ゴールデンイーグルスが誕生したのもこの年。そして福岡ダイエーホークスがソフトバンクに譲渡されて福岡ソフトバンクホークスが誕生しました。そうだね、はい、あとはアテネオリンピックね、日本は金メダル16個の快挙となりました。でメジャーリーグではマリナーズのイチロー選手が年間最多安打262の新記録を樹立されました。それでは菊池さんにお伺いしたいと思います。菊池さん、この年2004年個人的にどういったことを思い出されますか？僕はこの辺の時ってね、はい、銀行で設立準備をしていた会社に、はい、そのままあの出向で行かせてもらって、そこで数年経ってる時なんですよ、はい、だからまだまだ不完全な状態で、この会社はどの方向に持っていくんだとか、どうするんだとかっていうことを一生懸命やってた時期だね。ああそうですか、まだ設立当時だったから、はい、やっぱりいろんなこと試行錯誤しないと分かんないところがたくさんあるんですよね、ある意味ではすごい楽しかった。うん、やらせてもらえたから、はい、だからそういった意味では希望して行かせてもらってやらせてもらったっていうすごい恵まれた数年間のうちの一つの時ですね、これ。ああ、なるほど、もうしっかりと、それはもうすごいありがたいなって思ってる時でしたね、これ。ああ、なるほど、うん、まあ、私はちょうどこの年20歳迎えたんですね。20歳になりまして、まあ大人の仲間入りですが、いろいろとやっぱりこう人生について考えること多くなったかなと思います。まあ20歳ですが、今から言えばね、20歳の時にいろいろ考えたなというのが印象的です。はい、続いてそんな2004年の新語流行語についてその一部ですね、簡単にご紹介させていただきたいと思います。まずは超気持ちいい。アテネオリンピック2日目、2004年8月15日、男子 100m 平泳ぎで金メダルを獲得した北島康介選手がプールから上がって述べた感想のコメントです。ね、優勝を確立されたプレッシャーから解放感を素直に吐き出したものですが、実は後日談があるそうで、北島選手、ゴール直後には1位かどうか分からなくて、応援席の盛り上がりを見てとりあえずガッツポーズという裏話を、ね、されていたそうですよ。ね、なんかこんなこの超気持ちいいはね、すごいね、はい、マスコミの方でもね取り上げましたね、いましたけれどもね、ということで、あとはまあセカチュー、はい、2001年4月に発売された片山恭一さんの小説で世界の中心で愛を叫ぶがですね、村上春樹さんのノルウェーの森の238万部を抜いて小説過去最多部数となりました。この年ですね、柴咲コウさん、大沢たかおさんが主演で映画化されたり、あとは TBS で7月の連ドラにもなりました。まあ、初恋の人がね、白血病という純愛ストーリーブームの走りとされています。ということで、まあ、オリンピックがあったということと映画もすごくね、あの作品が充実していたんだなということが、ね、そうですね、はい、あると思いますが、
はあ、皆さんいかがでしたでしょうか。皆さんの記憶、あの頃までプレイバックできましたでしょうか。以上、プレイバック流行語のコーナーでした。改めまして、現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千明です。さて、今回のゲストは番組初のアスリート、現役女子モーグル選手で、2022年北京で開催される冬季オリンピックを目指しておられる新谷夏実さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、いや、楽しみですね。楽しみですね。はい、それでは早速なんですが、まずは新谷夏実さんについて簡単なプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。新谷夏実さんは東京都のご出身で、長野オリンピックでモーグル競技を知り、2000年中学卒業と同時にモーグルを始められます。なんと1年後の2001年、16歳で早くも公式大会に参戦。その後2006年からは世界の舞台へ挑戦、うん、そしてその後2011年に右膝の3本の靭帯を損傷する大怪我を負われます。リハビリをされながらトレーナーの専門学校に通われ、競技に復帰したいが怖いという気持ちが残っていた頃、出会われた今の旦那様とご結婚されました。そしてご出産もされまして、出産7ヶ月後にはですね、試合に復帰をされています、はい、2015年日本一のママアスリートになると目標を設定し直し、ママアスリートとして本格始動されました。しかしながら2015年に引退され、日本体育協会アスレチックトレーナーの資格を取得されました。その中でぬるいという言葉と出会い、復帰を決意されたそうです。現在は2022年北京オリンピックで金メダルを取ることを目標に掲げ目指していらっしゃるという、まさにドラマティックアスリートな女性です。はい、ということで、ね、素晴らしい、いろいろな経験をされていらっしゃるなという印象なんですが、さて、そんな新谷さん、なかなかちょっと難しいと思うんですけども、モーグルとは具体的にどんな競技で、はい、どういったところに魅力を感じるスポーツですか。はい、モーグルは、はい、大体長さ250メートル前後のコース で、はい、で斜度が20度から30度ぐらいの、まあ、階段よりちょっと緩いかなぐらいのイメージなんですけど、はい、そのコースにこうコブコブがあって、はい、で2回途中でジャンプをするんですけど、うん、そこを、早く滑れて、はい、でターンもすごく綺麗 で、はい、でジャンプもすごくうまくいった人が、うん、その3つの構成点で競われるものなんですけど、はい、私はもともと小さい頃から両親とスキーに行ってたんですけど、はい、そこでやっぱり自然コブっていうんですかね、コブがあってスキー場に、でそれをこう滑るのが楽しいなと思ってたんですよね。でもう競技があるなんて知らなくて、である日長野オリンピックをテレビで見て、はい、里谷さんがはい、活躍されてるのを見て、はい、あ、競技であるじゃんっていうふうに気がついて、あ、もうこれは、はい、やろうって決めて、その後すぐに始めました。そうだったんですねなかなかね、やっぱこうきっかけ気になってましたよ、私もそういうことだったんです ね、うん、楽しいっていうところからやっぱり入られたってことですね。はい、そうです。なるほど。そしてですね、これもきっといろんなところで聞かれてらっしゃるとは思うんですけれども、怪我とか出産などなかなかこう選手にとって難しい局面があったと思うんですね。でその中でぬるいという言葉に出会われたということなんですが、このエピソードをお話しいただけますか、はい、気になります。はい、2015年に一度引退したんですけど、その後その今までやってきた競技生活を生かして、はい、指導というか人々に伝えるっていうことをメインにした仕事をしたいと思って、いろいろ勉強して1年間活動してたんですけど、はい、そこでなんだろうな、ビジネスの先輩に、何気ない会話の中でその先輩がぬるいって言葉を使ったんですけど、はい、それでなんだろうな、自分の中で、はい、競技の時よりも熱くなれないものを感じてしまって、あ、私自身ぬるかったんだなってちょっとそこで気づき、あ、まだまだやり残しがあるかもしれないと思って、うんうんうん、で実際にオリンピックっていう言葉を口にして競技やってこなかったので、はいはい、今度はもう一度復帰してその言葉を出してやってみようって思って、はい、そうだったんですね。このぬるいというのがなんとなくご自身の中でしっくりきた瞬間なんですね。そうですね、はい、はあ、なるほど、
わかりました。先ほどですね、あのプロフィールのご紹介でお話をさせていただいて、今もね、はい、おっしゃっていただいたんですが、はい、2022年の北京オリンピックで金メダルを取るということについて、はい、現状はいかがですか？あ、そうですね、はい、ちょうど復帰したのが3年前だったんですけど、やっぱりそのやり残しをしたくないと思って、後悔したくないと思って、オリンピックで金メダルを取るって、この最大の最高の一番上のところを公言したんですよね、はい、でそしたらこう余計なものもなくなったような感覚でもあり、で必要なものもすごくこう集まってくるような感じになってきて、なんていうのかな、あの言葉にしたことですごく変わってきたなっていうのを、うん、実感してます。でこの3ありがとうございます。3年間やっていく中で、その金メダルを取るってい う, こう勝ち負けっていうことよりも、はい、私自身も娘もいますし、35歳なんですけど、なんだろう、この勝つ負けるっていうことの中ではなくて、はい、もっと人生を深めていきたいなっていうふうに感じてしまって、あの競技の先輩がオリンピックは愛と平和の祭典だよっていうことを教えてもらったんですけど、その愛と平和の祭典ってなんだろうなっていうのを、今そこを一番追求してる状況ですね。すごい。そうなんですね。ちょっと意識レベルは相当高いね。そうですね、うん、なるほど。もう本当にね、うん、もう間近と、ね、なってきましたけれども、とっても楽しみですよね、はい、ご活躍がね、うん、ありがとうございます。はい、さて、ではそれではですね、いよいよ今回そんな一流アスリートの新谷さんの筆跡心理分析結果を菊池さんにアドバイスとともにですね、公開で披露していただくんですけれども、はい、心のご準備よろしいでしょうか？はい、よろしくお願いします。なあですね、新谷さんには放送直前にノーインフォメでゲスト様恒例の美しい未来の幸福な様子、ね、漢字で美く、ひらがなでし、未来を漢字、ひらがなでの、幸福を漢字、ひらがなでな、そして漢字で様子と書いていただきまして、この一文を書いていただいて、それを菊池さんにはもうお渡ししてあります。でね、また毎回申し上げております通り、放送終了後約1週間程度で YouTube にもアップしていただきますので、大文字アルファベットで言霊、カタカナでアラカルトで検索をしてみてください。ではお待たせいたしました、菊池さん、分析結果をお話しください。はい、ですね、これを見るとすぐに分かるものがいくつかあるんですが、まず比較的大きな字を書かれてます。でかつ画面いっぱいに、ほぼ画面いっぱいに近い状態で書いてますよね。要はですね、画面全体が世の中と思ってください。心狭しとあちこち動き回りたい、もっと知りたい、もっと動きたい、規制するのは何にもないよっていう感覚がとっても強い方の書き方ですね。大きな、どう、そうですか、はい、もういいですか、はい、おっしゃる通りです。それとね、字の大きさが結構違うんですよ。特にひらがなをすごくちっちゃく書いてるでしょ、漢字を大きく書いてる。でこれは多分無意識で書かれてると思うんですけども、はい、あのルーティン化したもの、当たり前のごとくもう決まったことをコツコツやるっていうことよりも、もっともっと変化したら面白いね、新しいことっていいことあるねっていうことを、うん、まあ考えやすいようなとこがあって、新しいことイコールいいこと、変化は楽しいこと、もう最初から考えてるところがあって、これは決してポジティブとかネガティブって意味じゃなくて、変化を楽しもうよって感覚なんですよ。だからそれを求めていく場合もあるし、平穏なものをもっと違うものあるよねってことで壊してでも次行こうと思うところもあるんです。チャレンジャブルな人ですよね。満足しない、みんながいいじゃないと言っても関係ないからっていう笑いが起きておりますね。ありますよね、はい、それとこの字を見て分かるように、字と字の間が結構空いてるんですよ、これ、うん、ね、これ相手書く人って結構マイペース、うん、私は私のペースでやるからいいのっていう、はい、だから親しく周りにいる人は分かるんだけども、そうじゃない人と何か一緒にやるとやっぱりそのペースが合わない。だから本人も多分、なんで分かんないかなみたいなところあるかもしれない。でもずっと付き合ってると分かってくる、そのマイペースの度合いがね。うん、こういうのもまあ見た瞬間にまあパッと分かるわね。大きな字だねっていうこととさ、うん、結構字の大きさが違うねとかさ、うん、そういうとこ見ると今のは大体分かるんですよね。
それと、はい、これ見て共通してるのは、美しいっていう字も未来っていう字も幸福の幸の字もみんな横線を結構長く書いてるんですよ。確かに左側の線がピッと横を長く書いてるんだよね、うん、長く書いてる人ってどういう字かというと、これ一言言うと職人さんの字って言われてるんだけども、うん、自分の得意な分野とか高い専門性とか、あとはスキルです、自分の、うん、自分しかないね、新谷さんしかないよね、こんなのなんでわかんの、こんな判断なんできんの、うん、っていう世界はあなたはすごく大事にしてるので、うん、それをコツコツとどん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 貯めていこうと思ってる姿勢があります。でそれができるんだったら私やりますよっていうモチベーションが、あの源泉がそこにあるんです。そうなれるんだったらやりますよ、どうやったらいいんですか、こうです、こうです、あです、あですね、こうですねってことをどん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 やっていく。で最初申し上げたように変化が大好きで行動するから、それに対して障害がないんだよね。やってみます、どんどんやってみます、どうでしたみたいな感じでさ、でいいものをどんどん使おうよと、そうじゃないものはいいよ別にっていうぐらいのことを身をもってどんどんやっていくっていうところがとっても傾向として強いなっていうのが分かるね、はい、だからこれは簡単な言い方をすると専門性とか高いスキルって言うんだけども、多分新谷さんの中ではああこのことかなって思うことが多分思い当たってることがあると思います、はい、一般的な言葉で言うと今のような表現しかできないんだけども、ご自身の中にある何かを極めるとか、うん、これができないことをやるとかね、ちょっとしたことでもそれを極める人になりたいとかね、うん、それになれるんだったら私全然平気、練習いくらでもやりますよっていう感覚だよ。はい。そうでしょ、そういうところ。そうですね、基本死ぬ時に後悔したくないと思って何でも取り組んでます。まあまあそういうそういう部分ですかね。あとはこの紙は立っても横でもなくさっと渡しただけで勝手に横に書いたんですよね、はい、横書きにしたんですよ、はい、で日本語というのは基本的には縦書きに書いた方が楽なはずなんですよ、筆の運びも全部、うん、であえて横に書く人ってやっぱりいるわけで、こういう方って自分が論理的に納得してればいいのそれでっていう感覚ですね。いいんです私はこれでいいんだから、はい、分かってる。でこれとさっきのマイペースの部分が多分うまくマッチングしてると思うので、うん、いいんですよ私はこれが結構好きだしとか、うん、これ気に入ってるしとか理論的に納得してるし、で自分の中ではメラメラとその専門的なものとか高いスキルに対してこう思えてるわけだ、うん、そのために普段からどん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 行動してる、うん、ということが多分当たり前にやってる人だと思うんだよね、うん、で美しいという字、あるいは様という字、横線が何本もこう何本もある字なんですけども、これがあなたは均等に書いてるんですよ、均等に感覚がね、はい、でこれを均等に書く人って結構ね自分の行動をこう同じように律するわけですよ、これはこうじゃいけない、3本書くときは感覚同じなくちゃいけない、これは意識してないと思いますが結果として書かれてるわけですよ、ということは普段の行動もそういうとこありますよねってことなんです。これはやっちゃいけないでしょうとかさ、これってこうあるべきでしょうっていうふうに動くことに対して全然違和感がない。うーん、でも世の中には結構感じたままを言葉に出したり泣いたり笑ったり音楽に変えてみたり鼻歌で歌ってみたりする人もいるわけですよ、そういう人はストレートに出してるわけだよその感情とかをね、あなたの場合は結構一回自分の中で翻訳してどうやって言ったらわかるかなとかね、そういうコントロールをするようなところがあるかもしれないね、はい、で今言ったようなことが新谷さんの中でまあ組み合わさってるわけだ、いろいろ、はい、で同じ組み合わせの人って多分いないんですよ、うん、っていうのは程度問題がみんな違うから、うんうん、同じような項目だとしてもそうでしょ、はい、だからこれはこの特性を持ったのはこのようにあなたしかいないってことですよ。で次に大事なことはそれをどうやって生かすってことなんですね、うん、他の人には分からない、はい、自分の中でそうかそれ私の持ち味だとしたら、うん、どうやって生かそうかなって考えることが、うん、結局あなたの人生が始まるわけで、はい、多分もう始められてますけどね実際にそうですよね。でもこうやって言うことによって聞くことによって確認もできると思うんですよ、はい、ああ結構やっぱりそうなんだなみたいなね、うんうん、それが大事でやっぱり自分を知ることによっていろんなことが分かってくる、うん、まあそんな風にね今日のこの場をねまあ利用していただけたらね僕としてはね本当嬉しいですよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、椎谷さん、菊池さんの分析結果聞かれていかがですか？はいはい、そうですね、はい、モーグルっていう競技をやってもう20年なんですけど、はい、この最後の美しいっていう字と様っていう字のその等間隔の部分とかって、うん、その私は無意識にそのなんていうんですかね、自分の中で決まりをしっかり作ってやってるっていうことでよろしかったですかね。うん、そうですね。でなんかこの競技にいるっていうこと自体がなんかそこに近いなっていうふうに感じました。もう全く無意識ですけど、あ、はい、だからそれを強みとして、ね、もっともっと活かせば、うん、それらしくどんどんなってくるよってことで、ついついそれではダメなんじゃないかとか、こう決めつけちゃいけないんじゃないかとかいうことも考えたりしてしまってたんですけど、それでいいんですね。いいんですね。いや、特にあなたの場合は変化が好きだから、はい、黙っていてもそっちの方向に行ってんだよね。そっか、わかりました。ここで見てるのは意識してない社会だからさ。そっか、うん、わかりました。これは同じことを他の人に聞いてもらったらわかりますよ。みんな笑うかもしれない。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なおですね、この分析につきましてはこう菊池さんがねよくおっしゃってらっしゃるように、あくまで参考にしていただくものであって断言するものではないのでご注意ください。はい、では最後にですね、新谷さんから告知などございましたらお願いいたします。そうですね、目標が2022年のオリンピックなんですけど、はい、私自身活動を SNS Facebook や Instagram、はい、あとブログですね、うん、で上げていますので、新谷夏美で検索すればだいたいそのあたり出てくるかと思うので、はい、見ていただけたら、応援していただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。では今回のゲスト、2022年北京で開催される冬季オリンピックでの活躍が期待される現役女子モーグル選手、新谷夏美さんでした。新谷さん、どうもありがとうございました。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 皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたか？はい、2022年にね、はい、開かれる北京オリンピック、新谷夏美さん、はい、モーグル、はい、楽しみですよね。楽しみですよね。本当にそう思います、ね、本当に応援したいと思います。本当に頑張ってほしいなと思いますので ね、うん、ね、期待しております。それでは言霊アラカルト、また次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ありがとうございました。